はいどうもこんにちは、レツです。ということで今日なんですけど、2月5日にねファミリーマートさんでムーミンのね一番くじが実は発売されてるんですよ。で視聴者さんからもムーミンのくじ引かないんですか引かないんですか引かないんですかっていうコメントも結構いただいて、実はねちょっと紹介するタイミングが遅くなっちゃったんですけど、私引いてました。で今回引いたのが発売して2日目ぐらいとか2月7日ぐらいにねちょっと気に入ったんだけど、もうすでにねほとんど結構在庫なくなっちゃってて、えこれもしかして明治くじ並みに人気なのって思っちゃった。でその時にね俺の大好きなニョロニョロ、それがねまだ実は残ってたんだよね。というわけでニョロニョロ狙いで今日も早速引きました。じゃあ早速今日の景品を紹介していきましょう。結構今日多めにありました。いつも一番くじなどの動画もやってます。よかったら皆様チャンネル登録をお願いします。今年は2万人目指します。よろしくお願いします。で、今回のくじが、このね、紙袋の中全部なんだけど、で、実は今回ね、私、9回引いたんですよ。いや、今みんなさ、サンリオよりちいかわよりも全然回数多いじゃんって思ったでしょ。俺も多いなって思ったよ。で、今回のムーミンのくじが1回680円で、他よりもちょっとお安めだよね。取扱店がファミリーマート、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、ムーミンショップ、一番くじオンラインなど、らしいでございます。で、今回ね、上位賞が、A 賞のムーミンパジャマ姿ぬいぐるみ全一種と、B 賞のね、俺が狙っている、ニョロニョロ抱きつきクッション全一種。で、C 賞のおやすみリトルティッシュケースと、で、ラストワン賞が、おやすみスナフキンテント付きぬいぐるみでございます。これも可愛いよね。今回のさ、これ全部マジでめちゃめちゃ可愛くない？というわけでね、今日は何が当たったか早速見ていきましょう。今回は何にしろ、9回だから。じゃあね、どれにしようかな。まずは水に行きましょう。1個目これ。1個目はこちら、ジュルルルルン、こちら G 賞タオルコレクションでございます。で、これがね、全6種で、実はね、今回もこれちゃんと選べます。で、後ろ見たらわかるんだけど、今回選べるのがハンドタオル、マスクケースタオル、フェイスタオルとなっております。じゃあね、ちょっと開けてみる。開けるところにノロノロがいっぱいいる。ワイングラス持って。ということで、いこうこちら、ドゥ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 ン。ムーミンパパとママと、あとミーがね、寝ているこちらハンドタオルです。めっちゃ可愛くない？一瞬したモノトーンなのに、上がカラフルなのがすごい可愛い。なんか色合いとかもね、なんか大人オシャレですごいいいよね。で、反対はこんな感じで無地になってて、ここにね、ロゴのタグがついてます。いや、可愛いな、これ。ムーミンパークまた行ってみたいな。で、今日はね、ちょっと量が多いので、サクサク行こうと思います。で、お次が、2、3個目。2、3個目も G 賞タオルコレクションです。で、1個目はね、まずこの柄で、ハンドタオルのやつ。で、もう一つが、この柄で、マスクケースタオルになってます。で、これもね、ちょっと開けてみよう。この開ける瞬間好きだわ、俺。で、まずね、開けてみるとこんな感じ。めっちゃ可愛くない？なんかさ、この黄色が結構目立ってて好きかも。で、今回ね、なんかスリーピーモーメントがテーマで、なんか眠りがテーマっぽいんだよね。だからほら、みんなパジャマとか寝てるところ、可愛すぎん？ただ、ムーミン何の本読むんだろうね、これ。で、もう一個がこれ。マスクケースタオルでーす。どう？マスクケースタオルはね、なんか上のところにね、スナップボタンついてて、なんか下にも留めるとこがあるぞ。ただ何よりもこの柄マジで可愛いよね。俺がね、好きなスナフキンもちゃんといる。どちらかというとスニフの方が目立ってるけど。で、これどうやって使うかというと、真ん中にね、マスク入れて、ただね、挟むだけです。で、挟んでこのボタン止めると、ほら、こんな感じになりました。なんかちょっと長財布みたいな感じもする。そしてお次もね、これ、はい。3つ、かぶりました。F 賞、眠いひととき、新小皿でございます。まあ、小皿はね、3つぐらいあっても全然いいよね。もうお刺身食べたりするときとかも、もういろんなときに使えるからマジで便利。で、今回のこの小皿が全部で5種類あって、これもね、種類選べるようになってます。で、ちゃんとね、表のところにさ、このデザインが入ってますって書いてるのがすごいありがたい。ってことで、これもね、開けていってみよう。ってことでね、早速開けていきましょう。なんかサイズはね、石鹸サイズぐらい。あ、でんでん。はい、またタコです。マトリョーシカか。ってことで開けていきましょう。オープン。あ、なんかすごい良さそう。でもあべー、おー、こちら、ジュルルルルン、こちらでございます。見てこれ、これもね、陶器出てきてます。でもさ、これすごいクオリティも高いし、ニョロニョロがね、マジ最強すぎる。で、後ろはこんな感じで、本当にちょっとお醤油とかお漬物とか、本当にこれちょうど良さそう。え、これ並べたら絶対可愛いよね。他のもちょっと開けていこう。で、全部開けたらこんな感じ。すごくない？なんかすごいおしゃれなんだけど、なんかユニークさがあって俺は好き。で、一番目のね、柄がこれなんだけど、ニョロニョロがやっぱりマジ可愛すぎん。集団でいるし。で、俺の好きなスナフキンとスニフがいて、で、最後はね、ムーミンがちょっとミーに迷惑してる感じ。めっちゃ良きだね。
そして、お次はね、こちら。こちらでございます。いい賞のポーチ。で、これは全2種類。今回ね、俺が行った時にはもうこのポーチ1個しかなかったから、もうね、今回はデザインこれになりました。で、後ろ見てもさ、これもうすでに可愛いんだよね。ってことで、これも開けましょう。で、開けたらね、ほら、こんな感じで、そこにね、ちょっと丸まったミーがいる。で、なんかこのミーちょっと困ってる感じするよね。ミーってさ、結構いつもちょっと意地が悪いイメージあるけど、なんかこれ見たらちょっと可哀想になってくるよね。ただ一番ちょっとびっくりしたのは、これ、ムーミンママ?で、反対側ね、こんな感じで、スニフとスナフキンがいます。なんか色的にはこれスニフだよね。で、これね、開けたらね、中はね、こんな感じで、ムーミン色になってます。グレーじゃなくて、ムーミン色。いや、これもね、マジでめっちゃ可愛いわ、本当に。ムーミンのね、こういう落ち着いた感じの可愛さがね、本当に魅力だよね。え、でさ、今何個紹介したっけ ?1、2、3、4、5、6。7個。じゃあ、あと2個だよね。ってことで、最後からの2番目でございます。ここまでまだ当たり出てません。ということで、お次はこちら!じゃじゃん !B 賞のマグカップでーす。ちなみにこれは全2種。で、横にね、こんな感じでラインナップ書いてるんだけど、さっきのミーが大きくいる。さあ、これはどっちが入っているのかな?一番くじのマグカップは大体作りいいの。ってことで、開けていきましょう。ということで、こちら、オープン!てれれれ、おー、来た!青色で出してみるとほらこんな感じでムーミンがね寝ております。めっちゃ綺麗な緑。ちょっと待って、これ青っていうか緑でこれハンギョドン色な気がしてきたな。たださ、ムーミン目がちょっと怖くない？でもね、もっと不思議なのがここ。え、みんな後ろにねこの子いるんだけど、なんかねこの子覚えてるのよ。ちょっと悪い子だよね。ちょっと悪い子だよね、確か。なんだけど、名前が出てこない。みんななんだっけ?みんなコメントで教えて。え、この子です。で、下のところにはね、ほら、こんな感じで、刻印があります。めっちゃオシャレ。で、中もね、すごいね、ターコイズブルーみたいな色になってて、なんかね、この落ち着いた感じがね、ほんとにいいよね。まさに、北欧風って感じ。あと、サイズとかもね、ちょうどいいし、なんかこれ、コーヒーもいいし、スープとかもいいよね。そしてお次、最後なんですけど、最後、ニョロニョロは果たして出るのか。ということで最後こちらです!チュルル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 こちら!ニョロニョロよりも上位賞のこちら、ムーミン A 賞出ました。見てこれ、めっちゃ可愛くない?もう半分寝てる感じがめっちゃ可愛いよね。これ袋に入ってる状態でこんなに可愛いってどんだけ?で、これね、ちょっと出してみると、窒息の危険がありますので注意書きがある。ということでオープン。ドゥルル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 ル、鼻張り付いてますけどテープ。ということでドゥルル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 、こちらでございます。見てこのムーミン、めっちゃ可愛くない？これさ、顔もめっちゃ可愛いし、このね後ろのね、このほら帽子の先も可愛いんだけど、一番いいなって思ったのがほらムーミンの尻尾、めっちゃリアルじゃない？これガチで可愛いんだけど。で、これね、前から見たらムーミンこんな感じなんだけど、実はね、めくるとお腹が見えます。でも決して服が脱げるわけではないみたいだね。やっぱさ、眠りがテーマっていうだけあってさ、パジャマ着てるのがマジで可愛い。一瞬ね、この眉毛がおでこのシワに見えたのはちょっと気のせいだった。はい?あんた何言ってんの?まあ、残念ながらね、ニョロニョロは出なかったんだけど、もうムーミン来たらオッケーでしょ。ていうか、これが A 賞だし、この座った時に尻尾がこう伸びるのも可愛いよね。座った時に机の、これだよ。もうこれはね、もうベッドのところにも飾ろうと思います。おしまいにしたら、こんな感じです。暗いな。アンコウの光で照らそうかはできないわ。あ、ちなみにムーミンの尻尾って、結構首のとこまであるのね。はい、ということで本日は、ムーミンの一番くじ、9回勝負のご紹介でございました。多分これ今までで一番実は多く引いたぞ。いやでもね、本当に全部クオリティが高かったし、この A 賞がさ、マジで可愛すぎて、なんかね、ムーミンくじ人気なんだなっていう理由がよくわかりました。俺も実際回数増えたしね。みんなもね、ムーミンくじしたよとか、今回のね、景品についての感想もコメントの方でお待ちしております。またね、何かくじが出たら挑戦しようと思います。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録、ぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE、TikTok やってます。よかったら追加のフォローよろしくお願いします。また今週もライブ配信やるので皆様ぜひとも来てください。お待ちしてます。いつもコメントありがとう。それではまた明日お会いしましょう。いつも見てくれてありがとう。バイバイ。チャンネル登録まだの方、これからもくじやっていくからチャンネル登録もお願いします。今年は2万人目指すぞ。よろしく。
僕はそこで見てるか。